嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いたんですか、なすか写像って。撮つことやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思いま。あ、す。ごめんなさい。<laughs> <laughs> 大阪万博の結果、どう予想しますか。僕ね、できないの方に結構かけてるんですよ。 あのー、僕が知る限り、海外の会社で、あ海外の国で、大阪万博で建築始めてるところないはずなんですよね。で、なんかプラン A と言われてるところでも、あの、建設会社すら決まってないところが大半で、決まってるのが5社とか、そんな感じかなで、あの、今回その、メタンガスで爆発したよねっていうので、結構やらかしてんなと思ったのが、それをあの、各国に報告してないんですよ。 で、要は、その、メタンガスが自動的に発生している場所というのは、そこに天井とか作らなければ、まあ安全なんですよ。 要はガスってあの出続けたとしても空いてれば抜けていくわけじゃないですか。でもそこがそのトイレですとか倉庫ですとかっていう密閉された空間だとそこでガス濃度が上がってしまうので結果として大爆発が起きる可能性があるのでそうするとガス濃度がたまらないような建築物として構造を作らなければいけないんですよ。違法な残業をしないと完成しない大阪万博赤字になることが確定しているのに 政治家の面子のために突き進むしょうもない政治家とイベントに税金払い続けるのは確かに災害です。ちなみに大阪だけではなくあなた方日本国民が800億円ぐらい払うんですけどね。要は上に窓が開いてますとか窓だらけの構造ですとか天窓ですとかねなので映画館みたいなものは作れないんですよ。 なので、そのメタンガスが発生するというのが分かってるのであれば、それは各国の建築の設計に反映しなければならない情報なのに、それを言ってないんですよ。で、今大阪の中でありました日本の問題ですなんですけど、仮にじゃあそこでフランス対、フランスが大阪万博でファビリオンを作りました。密閉型で出した。爆発しました。これ誰の責任ですかってなるじゃないですか。 で、いやいや、それフランスのせいだろってなるんですけど、でも、メタンガスが発生するっていうのを言わなかった日本のせいじゃないのっていうのが、まあ、今も言ったのかどうかわかんないんですけど、公式にね。まあ、ニュースを見てるので、担当者レベルわかってると思うんですけど、そうすると、でも、正式にもらってないと、多分国のレベルでは、フランスの方でもう常に設計ができてるとしたら、それ設計変えなきゃいけないよね。それ金誰が払うのとか、っていう話になっちゃうと思うんですよ。 で多分、まあ、どの国もヨーロッパもあるともうか、今、お金がないのでい、ウクライナ支援にするお金がどうするかみたいに揉めてるところなので、そなんか大阪でメタンが出るような土地の上に、なんかよくわからない建物を作って、大阪万博にお金を払うとかって、そんな状況じゃないんですよ。9、メタンガスが発生してる場所で万博を開くのが適切なのかえい。ここでやれ、万博開催という仕事をしろと言われてるので、そこに我々の答えはない。仕事 と言われると善悪を無視して淡々と被害者を増やす凡庸な悪が蔓延してるのが日本と旧ドイツの共通点だと思うオイラです。なので、どんどん後回しという状況で、今海外の国がパビリオンを作れてなくて、で、イランかインドかなんかが休憩所にするってもう言ってるんですよね <laughs>。もう作る金もないけど、なんか作るって言っちゃったから、俺らの土地休憩所にするわっていう。なので多分休憩所的な旗にこうインドって書いてあるのがこう、立つと思うんですけど、多分ね、大体の国そうなると思うんですよ。 で、それをやるぐらいだったら、まだやめた方がいいよね。まだやらない方が得だよねっていう、足切りを、どっかのタイミングでやると思うんですよ。あの、アニメエキスポっていうのが、あの、サンフランシスコで、あ、違う、あのロサンゼルスで毎年行われてるんですけど、あの、えっ、ー、と、ステープルホールっていうところと、あの、ホールが、あの、 その、ロサンゼルスの通りのところにあって、で、そこであの、二次三次が英語版のイベントをやるっていうのを言ってたんですよね。で、それが、なんか二次三次があの、やっぱりやめますって言ってて、で、なんでやっぱりやめますかっていうので理由書いてないんですけど、で、そこであの、あの、チケットを買おうとした時の座席表っていうのを上げてる人たちがいて、あの、空いてるところが9割空いてるんですよね。<laughs> 要するにあの、二次三次日本人は好きだと思うんだけど、日本語わかる人はまあ、それで好きだと思うんですけど、残念ながらあの、外国語中に二次三次興味ないから、チケット売れないんですよ。なので結果として、ガラガラの状態で、その、英語向けにステージを作ってコストをかけて、その、わざわざ日本から、そのアメリカに連れていくぐらいだったら、やらない方がいいよねっていうところで、中止しますって発表したんですけど、大阪万博もそうなるんじゃないかなというふうに僕は思ってますね え万博の35件リングがこのまま工事して出来上がっちゃうと他のパビリオンの工事に支障が出るらしいですね。まあ、結局、あのそのそ道路が日本、2車線、4車線とかしかないのであのガチで工事しようとすると工事車両の問題とか工事車両全部はあの通れないよねみたいな話があるらしいんですけどあれ、多分解決してないんじゃないですかね。でその 今のところなんか、その大阪万博やるって言っちゃった手前、なんとかやらなきゃいけないよね、みたいなので、多分大阪維新の社して頑張ってると思うんですけど、まあでも、そのね、石川とか能登の地震があったから、もうちょっと延期しますよっていうので、一回うやむやに,にした方が、なんか、責任取らなくていいからいいんじゃないかなと思いますけどね。あの、その、えっと、万博を延期するかどうかと、 能登の復興は無関係であるって言ってる人がいるようなんですが、あの、僕が聞いた話によると、あの、万博の工事の影響は割と能登の、その能登の復興にはかなり影響するって話で、で、その理由というのが、あの、能登の場合って、その水道管とか全部ぶっ壊れちゃってるんですよ。 であの新しく水道管を施設するみたいな大規模なことができる会社というのが実は日本全国そんなに多くないんですよ大阪万博の仮設トイレは電気1個400万円で2億円大阪万博延期して北陸の復興にお金使った方が良くない自民英語万博賞電気が50から60個設置をされる大規模な公衆トイレ施設だ大阪万博2億円トイレ斉藤経産省 取り立てて高額と言えない要はそのあの生えてる水道,管水道管の上に家を建てられる会社っていうのはいっぱいあるんですよ。 そこの工務店みたいなところはいくらでもできるんですけど、その土をバンバン掘ってって、で土掘るって言っても、その地質を調べて、じゃあこういう形の地質だからこのドリルが必要だよねとかで、じゃあそこを掘ってって、でそこの水道管を施設していくっていうところまでできる会社というのが、実はそんなに日本多くないんですよ。で、さらにその水道管とかの資材自体がそもそももうそんなにないらしいんですよ。 で、そもそももうそんなにないらしいっていうのが何でかっていうと、どれくらいの水道管の量が必要かっていうのが、今、誰もわかっていません。<laughs> あのね、東京都とかだと、あの、水漏れが起きた時に、大体どのあたりに水漏れが起きているっていうのが、特定できるようになってるらしいんですよ。でもその、石川県の奥の方とかっていうのは、もう昔作った水道管とかなので、水が来ません。これは、どこが折れてこないかは、もうわかりません。<laughs> <laughs> なので、来ないよね。でも、ここまでは来んのかな来ないね、来ないねっていうので、結局、掘ってみないと、どこが壊れてるかわかんないっていう、要は昔ながらの振動管らしいんですよ。あの、その日本、東京の方とかだと、センサーとかあったりとか、あの、その管自体が、その、あの集合で、その水道管とかガス管とか電気とかいろいろ通ってるのがあるから、あの、なんかどっかぶっ壊れてもすぐ降りてって見たりとかやってるんですけど、その、集合の管ではなくて、本当に水道管だけが土の中に、こう、ブワーって入ってるらしいんですよ。 なのでそうすると、マジどこ折れてるかよくわかんないよねってなるので、そこまでので、もうバンパー掘って落とし、下ろして、で、ここ折れてるよね、じゃあ全部こう水道管突き投げ直したよね、みたいな、かなり大規模なことをやらなければいけないので、そこまでできる会社と、そもそもそこまで多くの水道管の資材があるのかっていうと、わからないっていう状態なので、なので確実にあの、石川県のその工事が遅れる理由には、万博の会社が、万博の方のその会社とかに、 なんか一応お願いはしたらしいんですけど、なんか断られたっていう、要するにそのあの工事のリソースって限られてるじゃないですか、なので、会社としては別にもう万博の受注をしちゃった以上、万博やるしかないよねと、なので、その余力でできるんだったらやりたいけど、もうそんな余力がありませんと、なので、やりたいんですけど、受けられませんみたいな話もあるっていうのも聞いたので、なんであので、明らかにその割と万博の,あのせいで、復興が遅れてるっていうのは起きているということらしいので、はい。 ま、あこれもあの、伝聞なので違うかもしれないですけどね。はい。ありました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? i s our fault or your fault?Who's f a u l t w h o s f a u l t いや、帰ってね、めちゃついですよね。どこ帰るんですか <laughs>